はい、皆さんこんにちは、アスファルトシロマです。よろしくお願いいたします。この YouTube チャンネルでは、まあ、初心者の方を、まあ、主にね対象とさせていただいておりまして、まあ、トラックメイクであったりとか音楽制作の楽しさっていうところをねいろいろと配信させていただいております。で、最近ではこの無料音楽制作アプリガレージバンドを使っていろいろとトラックメイクしてきたんですが、今回はね MPC を使ってねトラックメイクをしていきたいと思っております。で、もしかしたら、まあ、僕の動画を見るのが初めてっていう方であったりとか、まあ、トラックメイクとか音楽制作自体ね、もう全く携わったことないっていう人もね、中にはいらっしゃるかと思うんですが、そういった方々にでもですね、楽しんでいただけるようなコンテンツをね、目指しておりますので、ぜひ最後までご覧いただければ幸いでございます。はい、ということで、それでは早速行ってみましょう。はい、ということで画面の方を切り替えさせていただきました。で、今回ですね、まあ、サンプリングする曲は、ジョイドシクさんのインサイドボイスという曲をサンプリングしていきたいなと思ってます。ちょっと曲ね一回聴いてみましょうか。はい、もう出だしからねめちゃくちゃチルアウトなね曲なんですよね。もう聴いてみてね、多分皆さん第一印象的に結構その昔の曲だなとか古そうな曲だなって思ったと思うんですけど、これね意外に新しくて2018年にリリースされたみたいなんですよね。で、この方の特集記事読ませていただいたんですけど、やっぱりその1970年代のリスペクトを込めてこういう質感に、まあ、仕上げたみたいですね。あ、だからこういう感じに仕上がってんだなっていうふうに思いました。すごいですよね、やっぱ音楽ってできるんですね。なんかこういうちょっとザラついた曲っていうかアナログチックな曲もね、表現することができるんだなっていうふうに思いました。で、まあ今回ねこの曲を、サンプリングしていきたいなと思ってます。で、よくですね、まあ皆さんから質問いただくんですが、どうやって元ネタ探してますかという質問をですね多くいただきます。で、元ネタの探し方としては、まあレコードをディグってみたりとか、まあ YouTube をね、まあいろいろ漁ってみたりとか、まあいろいろあるんですけど、最近僕が、まあ元ネタを探す方法っていうのは、シャザムですね。シャザム。で、音声認識アプリか。っていう言われてるもので、こういうもんですね。ちょっと画面越しだと見づらいですよね、絶対ね。これ何かっていうと、まあ普段こう BGM として流れてる曲とか、こうテレビから流れてる曲とかありますよね。で、この曲何の曲なんだろうって思った時に、まあ、このアプリを使うと、ほぼ大体ですね、曲名を探すことができるという、本当に優れた、アプリになってます。最近はもっぱらこのアプリばっかし使ってますね。なので、先ほどのインサイドボイスも、なんかたまたま立ち寄ったカフェで、なんかこういい感じの曲流れてるなと思って、すぐこのスピーカーの元にこのアプリをこうかざすみたいなね。もう、一見したらもうめちゃくちゃ変な人ですよね。多分店員さんもびっくりしたと思うんですけど、最近ではそういう方法を使って、まあ、元ネタとかを探してますね。なんなら僕もこのシャザムだけの動画を作りたいぐらいですね。本当に機会があればそういった動画も作っていきたいと思います。はい。まあ僕はそういう感じで、まあ、元ネタを探してるっていうところですね。はい。じゃあということで、早速ですけども、サンプリングしていきたいと思います。でも MPC にも曲取り込みました。ほら。曲を、すでにね、取り込ませていただいてます。で、これね、チューン上げてます。まあ、チューン上げることで、早回しになって、音が高くなると、そういう感じになってます。はい。で、こういう感じで、こう、音をね、バラバラにする方法、チョップと、言いますね。で、こう、チョップした曲を、まあ、今からどん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 組み直していくというところになってます。ということで、今からね、打ち込みの方をしていきたいと思います。じゃあ、やっていきましょうか。はい、こんな感じですね。聞いてわかると思うんですけど、めちゃくちゃずれてます。ずれてるんですけど、これは MPC 上であったりとか、あと PC 上で修正することができますので、そこでね、いろいろと手を加えていきたいと思います。じゃあ今からですね、ドラムラインを入れていきたいと思います。入れるのは、最初にシェイカーですね。これから入れていきます。まあ、こんな感じですね。はい、じゃあ次にキックと、スネア、これを打ち込んでいきたいと思います。はい、じゃあ次に、クラップもね、重ねていきたいと思いますね。これはスネアと
同じタイミング。はい、まあ、こんな感じですね。まあこういう感じで、まあ、まあざっくりですけどね、バースの方が出来上がりましたっていうところですね。はい、じゃあ次にですね、イントロの方を作っていきたいと思います。で、さっき作った、ドラムラインからですね、キックとスネアとかを抜きました。はい、こういう感じですね。シェイカーとこうクラップ、クラップの音だけを今入れてますね。このこれをね、入れ込んでいきたいと思います。こんな感じですね。まあ、これがね、イントロ部分になるわけです。はい。なんですけど、僕の構成上、今、イントロからサビにね、行きたいんですけど、この間っていうところはやっぱ緩急をつけたいので、一個ね、音足します。足すのがこれ。これをね、後半部分に足したいと思います。はい、まあ、こういう感じですね。で、こうすることで、これがまあイントロ部分ですね。はい、こういう感じですね。じゃあちょっと原曲と比べてみると、原曲の部分はこの部分、この部分ですね。で、この部分が、まあ、まあこういう感じに変わったっていうところですね。はい、っていう感じです。で、バースの部分は、まあ、サビの部分からちょっと音を抜いてね、こういう感じに仕上げました。で、僕の中でなんですけど、やっぱサンプリングするにあたってこういう弦楽器系、このなんかストリングスと言われているものなんですけど、やっぱそういった元ネタっていうのはやっぱサンプリングしやすいですね。多分こうヒップホップって間が重要だと思うんですけど、こうストリングス系の曲だとこの間っていうのがね、より強調されるのかなっていう風に感じます。ほら、この間が空いてるの分かりますよね。なので僕は結構元ネタはストリングス系から取るのとか選んだりするのは多いですね。はい、まあこれも一つの参考にしていただければと思います。まあ、ざっくりね、MPC で組んだんですけど、ちょっと物足りない気がするので、今からね、ロジックの方に、データを移行して、そこでね、まあ、いろいろと色付けをしたいな、っていうふうに思ってます。基本的には、ストリングス系ですね、バイオリンとか、そういったのを足しました。まあ、こんな感じですね。まあ、こういう感じで、足していきました。はい。まあ、こういう感じですね。はい。というところで、まあ、これにて、まあ、完成とさせていただきたいと思います。いやー、久しぶりにね、MPC を使って作ったんで、ちょっと大変だったんですけど、やっぱり楽しいですね。これでサンプリングするっていうのは楽しいなっていうふうに感じました。はい。なので、これからもね、引き続き、いろいろと、トラックメイク挑戦していきたいと思いますので、チェックしていただければ幸いです。はい。ということで、今回の完成品を聞いていただけたらと思います。それでは、どうぞ。
皆さんいかがだったでしょうか。元ネタの楽曲、そしてサンプリングされた後の楽曲をね、聴き比べると結構印象がね、変わったんじゃないかなというふうに思っております。これがね、やっぱりね、サンプリングの醍醐味、楽しさなんですよね。で、もしかしたらこの動画をきっかけに、元ネタのインサイドボイスにね、ハマるっていう方も中にはいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。なんかね、やっぱこういうふうにサンプリングされた楽曲からこう、辿っていって、元ネタに行き着いて、その曲にハマるみたいなね、ところも、まあなんかサンプリングの素晴らしさであったりとか、こう魅力なんですよね。なので、ぜひね、いろいろとこうサンプリングミュージック、そして元ネタについてもね、いろいろと皆さん触れ合っていただきたいなというふうに思っております。はい、ということで、次回もね、音楽制作に関することでいろいろと企画考えておりますので、引き続きチェックしていただきますと幸いでございます。はい、ということで今回も動画を最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。アスファルト白間でした。